来年に東京都知事定例会見を行います。冒頭私から申し上げることはありませんので、質問があったらどうぞ。どうぞ。読売新聞の伊藤と申します。オリンピックについてお伺いします。ローマが財政難から招致レースから撤退いたしました。東京招致に与える影響について知事はどのようにお考えでしょうか。なものは JOC に聞いてくれ。俺に聞いたってわからないんだもん。はい、朝日新聞の梅沢です。大阪の橋本市長がですね、戦中八策という公約集を公表したのですが、戦中八策っていうのは俺最初に出したんだねいつの間にか向こうのものになっちゃったな何も出ずに浸透し、この内容についてどういうふうに見てらっしゃいますか。あ、僕ね、あれと第三世のとこあるね。例えばね、市商工センターの中園さんがね、若い頃行って、僕もね借り出されてね、生まれて初めて政壇演説で高崎やらされてさ、やったことあるけど、僕はやっぱりね、あの人そのためにそのあちこち全国にも作ったけどね、まあそのいろんな条件が当然必要だと思いますね。でも僕はやっぱりいい子だと思いますね。これは決して必ず共和制につながるもんじゃないと思うんでね。三島由紀夫さんはそれ反対したけどね。それからね、参議院もいらないよ。私は任意制はね、ナンセンスだと思う。イギリスのね、セナートでもね、フランスのセナートでも、イギリスの元老院でもね、意味が違いますね。ですからね、もう参議院とやってる同じ審議をね、衆議院する、衆議院でやってると同じ審議をするんだったら、参議院いらないと思う。その他このとはね、私が昔言ったことが随分同じことであるんで、大変結構だなと思ってますけど。今お話のあったの参院の廃止っていうのも入ってるんですが、その他同州制であるとかですね、首相公選制とかそういうのも盛り込まれてるんですが、具体的にこういうところは賛成だけれども、こういうところはちょっとどうかな、反対かな。いや、僕はそう、なんか過剰書きに書いたのはちらっと今朝の新聞で読んだだけだけどね。まあ、いくつかあるんでしょうね。それでやっぱりそれぞれ賛否両論あるし、それ討論したらいいと思いますよ。ただね、まあもうね、国民は飽き飽きしてるだろうが、なんか社員か、その議運委員運営のタクティカルなことでのね、え、まあ本当に自民党ってのは本当に優柔不断で喧嘩の仕方知らねえな知事が応援団長を務めてらっしゃる立ち上がれ日本の平沼さんはですね、この戦中八策について国家感がないというふうに、そんなことないね。随分国家があると思うけどね、国家規模の問題じゃない。まあ、僕はその精通してませんけどね。はい、どうぞ。東京新聞の岡村と申します。その戦中八策なんですが、知事も平沼さんですとか亀井さんと、戦中八策のようなものをいろいろ協議されておると思うんですが、その整合性はいかがでしょう、維新の会の戦中八策と。それはね、私たちの案はね、いろいろあるというか、私も権限しましたよ。別にそれでの修練したわけじゃないんでね、まあ、いつ政変があるかどうか知らないけどね、下手したら選挙当分ないんじゃないの。まあ、ですこういうものはやっぱりね、そのね、計り事は密にして、それ緻密にして、密にしてね、それで修練し尽くして、その要するに発表すればいいんでね、途中からベラベラベラ喋るやつがいるからさ、喋れば喋る遠心力働くんだな。すいません、橋本さんとはその戦中八策を発表する前に いろいろお話をされてきたと思うんですが。いや、別に私はね、その彼の要するに維新の会のね、衆議院の選挙っていうか総選挙っていうのをね、意識しての政策について話したことありませんよ。僕は彼を非常に評価しているのは、東京がやったと同じことをやってくれているから。これは新しいこちらの自信もあるしね、それからやっぱりね、決して間違ったことをやってこなかったし、こちらもね、広域要請もそうだし、それからやっぱり一番大事なことはやっぱりね、くどくど言うみたいな、何回も会計監査の方法を考えたってことです。近々地域連合のお話で橋本さんですとか大村さんに会われるご予定っていうのはありませんか。別にありませんな。ありがとうございました。どうぞ。フジテレビの山平と申します。
昨日国民新党の下地幹事長が、まあ、石原新党の綱領について自衛隊を国軍とするという、お話をされたんですけども、まあ、どのような思いでこれを綱領に盛り込むのか。いや知らないって、だからそれみんな体に天然バラバラ自分の思いと言ってるけどね、僕は下地と会ったこともないしさ、そんな話したこともありませんよ。知事の考えの中にはないでしょう、このことについては。あ、それは私やっぱりね、その自衛隊国軍にすべきだと思いますな。なし崩しにね、警察予備隊から来たんだけどね、やっぱりね、集団自衛権みたいな問題は当然問題になってくると思うしね、こういう問題を踏まえて言えばですね、それはね、その自衛隊はですね、はっきり国軍とした方がいいですよ。自衛のための軍隊、外国で働くって妙な話なんだからね。はい、どうぞ、頑張れ。新宿新聞、木田です。大井原発がですね、3、4号機が稼働を再開されるという方向になったようですけれども、この原発とですね、夏のまた停電との関係などをいろいろ考えていきますと、これは都知事の見通しとしてはどんなふうになるでしょうか。生な君で通産省かなんか聞いてか、俺聞いてたら分からんのな、学校じゃないんだここは。はい、次。はい、朝日新聞の福井です。昨日申請ファイルの発表があって、知事も最初ご挨拶されたと思うんですが、まあ、JOC に聞いてくれということなのかもしれませんけど、日本復活オリンピックとかいうキャッチフレーズがあって、まあ、立ち上がれ日本みたいな感じで、ちょっと知事もなんかアイデアに絡まれてるのかなと思うんですが、日本復活っていうフレーズについてどういうふうに、こうちょっとちっちゃいよな。あ、ちっちゃい。あれはまあね、 JOC が考えたせいに決めたんでしょ。何でもかんでも大場日傘で行ってくるなって言ってるから、彼らは彼らにやったんだろうけど、悪くはないけどね。まあその復興も復旧も大事でしょう。しかしだいぶ先にはもう目処がついてるんでね、まあ、当面そのビディングゲームの中の招致運動の中でも ね日本のこうなんとか日本人全体のそのオリンピックに対する期待というか、そういったもの心情をね表したんだろうけどね、まあ悪くはないけどそんな大きくはないよな。いろいろこのホームページ見ると、日本復活にオリンピックがどうつながるのかって、5個か6個ぐらいいろいろ段階を踏んだって、ちょっと若干理屈っぽいかなっていうところがあって、もう少しこう純粋なお祭り風を出してもいいのかなと思うんですが、その辺どうなんでしょうか。その辺どうなるか、私もちょっとそんな気がしないでもないけどね。でごめんなさい、ちょっとさっきから新党の話が続いててもういいよと思ってると思うんですが、さっき の下地さんなんですけど、3月後半から4月下旬の連休までに新党結成時期が来るんだというふうにおっしゃってるんですが、全くもう預かり知らぬことで、そんな時期は知らんということ。3月は私一番忙しい時ですからね。まあ、ただ議会は29日で終わるんですが、その後ワシントンにも用事があっていきますしね、いろんなね、まあ、ことも考えてることがあるから、だからね、お前らみたいなね、のんびりしてる連中違うんだ俺らってね、時を抱えてんだから余計なことね、人のタイムスケジュール考えてもねえって言ってんですよ。あともう一点、下地さんに絡めてたんですけど、下地さんは沖縄出身なんですが、まあ、東京だと横田基地もあるんですが、米軍再編の関係で、まあ、沖縄の基地負担の問題とかですね、まあ、その米軍再編のことを今知事はどういうふうに、特に沖縄の基地負担ということに絡めてどういうふうにお考えをお持ちでしょうか。沖縄におけるね、その沖縄にとっての基地負担の問題はね、これはいろんな構造があってね、沖縄の経済って何で動いてるかってほとんど基地なんだよね。それでね、農業なんてはたかたか知れてるもんでね、それで基地を基地として提供してる地主さんたちに入る収入ってのはかなりのもんなんですよ。それから基地で働いてる組合もね、私も年中ダイビングというのはヨットレースで行ったりなんかするんだけどね、時々見るんだけど、なんというのかな、米軍がね、まあその沖縄における基地関係の財政っても合理化しようと思って人員整理しようと猛烈な反対してるな。と同時にある時はだね、基地全面返還という運動もやってるね。そこら辺はね、まあ、私たち見ると非常に奇妙な感じがしますがね、
まあ、そういうものをよく考えた上でね、そうなんていうのかな、まあ基地のね、そのもちろん基地ってのは戦略的な意味があって設けられて、その日本もその恩恵に評している部分がありますよ。だけどそのうーん沖縄における基地のね、沖縄にとっての負担の過重性じゃうんうんってのは、これやっぱりもうちょっと冷静に考えた方がいいと思いますね。僕はそれ何も全部の基地を認めろって言ってるんじゃないんですよ。ただ行くと非常に奇妙な現象があるわけだよね。人種さんの問題もあるしね、それからね、基地論の連中はね、首切り反対って言いながらね、ある時には全とにかく基地全面その返還という、運動に熱烈に参加している。ちょっと我々が見ると下せないところありますわな。やっぱりその彼らのやっぱり立場ってのは非常にデリケートなもんなんですよ。これやっぱりね、なんていうのかな、沖縄の人自身がその日本という国を踏まえて複合的に、ね、冷静に考えてもらう必要が私はあると思いますけども、まあ、それじゃなくて言うとね、余計なこと言わんと言われるから。はい、どうぞ。IWJ の佐々木と申します。 IWJ って何だい？インターネットメディアなんですけれども、今もネットで生中継をしております。都の除染についてお伺いしたいんですけれども、葛飾区の水元公園でですね、大量のヨシを買った後にそのヨシを堆積させている広いエリアがあるんですが、ここでですね、空間線量で 0.8 から 0.9、 最大で 1.18 マイクロシーベルトパーアワーという非常に高い線量が検出されております。でこれはもう放射線管理区域と同じぐらい高い区域なんですけれども、これはもう放射線物質汚染対処特措法にのっとって都の方で処理すべきだと思うんですけれども、知事のご見解を伺いますか。僕初めて聞いた話それ、これから調査してね、要するに聞き取って決めます。はいはい、お願いいたします。公園内でですね、子どもとか年寄りの方も気軽に入れるような広い地域なんですけれども、いや水元がよく知ってますよ、綺麗な公園でね、はい、でですね、まあ、大きな池ってのはどういう形で水源をね、そのつながってるか分からんけどね、まあ、やっぱりその放射線っていうのはね、その水とか空気でいろんな形の動き方しますしね、まあ、あれ大きな池ですからね、あそこへこう集積するってこともあるでしょうな。やっぱりこれはおそらく一時的なもんだと思うけども、分かりました。はい、すみません、このヨシの処理なんですけども、2月16日にですね、もう処理に関して入札が行われていて、でこれがどのような処理になるのか、この特措法にのっとった処理になるのかっていうのを、まあ、確認いただければと思います。一般の企業がもうこれ落札をしているんですけど、この処理に関して、でそのフォローをちゃんとしろってことでしょ、完了。はい、はい、分かりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。MX テレビの山中です。来月は東日本大震災が発生してから1ヶ月であると同時に、東京大空襲が発生した月でもあります。東京大空襲の遺族からは風化を心配する声も上がっています。何を風化、東日本大震災に隠れて東京大空襲が風化される。毎年やって風化してないよ、いつも寒い思いしている、いつも同じメッセージ読んでる。大丈夫だと。大丈夫です。それはひどいことしなかったんだから、アメリカの時はね、成層圏を飛ぶようなね、新兵器に近い B-29 って飛行機があったね。こちらも何ていうのか、制空権をした時にね、低空300メートルの絨毯爆撃やってたね。参謀たちは反対したんだ。ルーメイという空軍司令官が、ね、変に人種権の強いやつでね、日本人は汚い臭いだから焼いてきれいにするんだって言ってね、強引にやったん。2回も3回もやったんだ。完全にジュネーブ協定違反ですよ。その男にだね、戦後空港自衛隊作る時にね、功があったって、日本は一番高い勲章やったんだ。おめでたい国だよ、この国はな。あそこで殺されて浮かばないよ、本当に。本当ね、僕はね、まあ皆さんもいらっしゃるからあんまり武装のことできないけどね、いつも決まったね、この惨状私は別に平和の貢献いたしますって同じものを読むよりもみんなに向かってね、君らに思い出しなさい、アメリカひどいことしたんだぞと、そういうものを考えてアメリカと付き合おうじゃないかと言いたいね。ほら、しかもね、10日の大空襲だけじゃないんですよ。その前に同じことやってね、たくさんの人が死んだって記録写真ってある写真屋さんの記録で出てきた。まあそういうこともやっぱり私たちね、思い出すことは決してあの事件出来事をね、風化させることにならないと思いますから、彼らにとっては耳痛い話かもしれないけど、ね、こっちはね
とにかく耳痛いとかたくさんの人死んだんだから、無限に殺されたんだから、制空権なくなった飛行機にね、要するに亜生総研飛ぶ新兵器の要するに爆撃機がだな、200メートル300メートルの低空飛行でね、悠々と焼夷弾ばらまくなんて空襲ってのはどこでありましたか。はい、それじゃ、はい、どうぞ。高橋です。ですね、8日にですね、ロシアの、空爆撃機が5機、日本の領空に接近して、防衛省はこれほどの大規模の飛行演習が日本列島で行われたのは初めてであり、早期警戒管制機が日本に接近し偵察を行ったのにも前例がないということを言っているんですが、それを受けてロシアの軍事専門家がロシア空軍がその気になれば20分以内に日本を地球から消滅することもできるという発言をなさっているんですが、先ほど知事が自衛隊をもうちょっと強化するべきだという発言を踏まえた上で、この件に関してどう思われるでしょうか。それはね、彼らがね、どういう意味とか知らないけどね、彼らは水爆持ってますわな。水爆ってのは日本のね、世界で使われたことないけどね、日本列島って非常に縦長いね、要するに国土でありますが、それでもね、大体2発の原発水爆で、ね、全滅しますよ。彼らはそれを言ったんでしょ。偉そうなこと言うなぞ。お前らは俺たちが盗んだって言うけど、もともとね、お前らが油断大敵で、ね、北方四島返せなんてアホなこと言うなって、威嚇ですよ、それは。こしゃくだけど、悔しいけどね、本当にそうなんだ、実際に。大体さ、サンティアとどれでスクランブルかけたの、日本の空軍は。かけたの、はい、かけて追っ払ったわけ。追っ払えなく、そのまま、領海すれすれだったそうなんで、何もしなかったそうです。うん、まあ、それはそのね、領海入ってきたら撃ち落としたらいいんだけどさ、大体日本の領海のね、領空じゃないし、領海の中のね、なんだ、海峡をね、シナの潜水艦が悠々と通るわけだよ。それで爆雷も落とず威嚇もせずに、ね、見逃すんだけどさ、認識していながら、日本の潜水艦が仮に中国のね、領海あえて心配してね、取ったら爆雷を沈められますよ。北朝鮮もそうでしょう、ロシアもそうでしょうな。韓国といえどもね、日本の潜水艦を無断で領海侵入したらね、爆雷を落とすね。やらない国はね、日本だけだよ。それが能天気になったんだ。話せば分かるんじゃないんだ。話しても分からないし、話そうともしないんだよって。ということでやっぱり考えた方がいいよ。さあね、領土を侵犯されね、略奪されね、あるいはされつつありね、領海を侵犯されね、同胞ね、状況紹介やったら200人ぐらい、連れて殺されたね、しかもその3つの国がだな、要するに核を構えて日本に向かって兵芸している、こういうシチュエーションにある国家、世界中どこにありますか。世界で日本だけですよ。で、日本は知事はたびたび地政学上、日本は極めて特殊な位置にあるとおっしゃっていましたが、うん、いやなっちゃったんだね、周りの国が邪悪になってきたから。はい、でそれに対して、うん、日本がこれから持つべきものというのは何でしょうか。精神的なものですか。精神的なものじゃないね、例えばだね、日本がだね、最低限核兵器のシミュレーションをするだけで随分状況変わってくると思いますね。しかも核兵器を持ってもね、水爆で、ね、日本全滅させたバカなことをロシアが言ったって、今そんなもの使えませんよ。使えない理由って4つか5つか6つある。核兵器を使え、ただね、持ってないと物言えないと、持とうという意思があるとかなり状況が変わってくるっていう、これがやっぱり外交の、つまり何ていうか構図なんだな。それとね、やっぱりね、はやぶさみたいな海峡をね、日本人ができた、あるいは一生懸命真似しようとしたアメリカだ、盗もうとしたシナだ。だけどアメリカがねやろうとしてる新しいね戦略兵器のね、コンベンショナルストライクミサイルのようなものはね、日本が持とうともできますよ。こういったものをね、本気で考えるってのは、これ核弾頭積んでないんだから。でこういったものもみんな本気で考えたらいいの。で役に言うとみんなニヤニヤ笑って、いやーってわけでね、政治家はそんなこと妄想知らない。まあ別に自慢するわけじゃない。これある距離がいるんですよ。そのために格好の日本の南鳥島だよ。僕はそのためにこの間行ってきたよ。おそらく日本の政府行ったやつ一人もいないんじゃないかな。誰か行ったらいいんだ本当に。そうするとだな、そのコンベンショナルミサイルと合わせてね、あそこの一点だけポツンと離れてるね、日本のね貴重な
もう自衛隊がいますけどね、これはどんだけ世界的に見落とすかということが分かってくる。君らもさ、やっぱりそういうこと勉強しなさい、本当。はい、それじゃあ、さすがに。どうぞ。天皇陛下がご存じのように、体調崩されて、今日から手術ということで入院されて、起床が始まりまして、私も朝、早くから起きて、起床一番でサインしてきたんですけど、同じぐらいの年配でございますので、知事の方も、なってますが、一言何か、そのお言葉を。いや、それは本当にね、私も心配してますね。私の非常に親しい優秀な専門医に聞きましたがね、カテーテル突っ込んで処置できないこともないんだろうけども、場所が非常に悪いそうですね、角のところでね。やっぱりそのね、万が一ってものをね、音波があってね、胸をこう要するに切り開くような大手術になる。これはね、私の家内も実は一昨年その手術を受けましたがね、まあ同じぐらいの、家内のが少し若いんだけども、やっぱ陛下のお年考えるとね、私と人しかお違いにならないけども、これやっぱり相当体力消耗されると思いますね。それから陛下もね、その3月11日の式典にね、非常に強い欲で出られるというご意向のようだけども、まあ、あんまり無理だけはなさないでいただきたいですな。はい、ありがとうございました。どうぞ。テレビ朝日の辻ですが、小沢一郎さんの話で恐縮なんですけども、議員勤続25年以上経ったということで、小沢一郎さんの肖像画が国会内に掲げられるという話もあるようですが、これについていいじゃないか、どう思われますか。僕はもうその辺辞退してうんざりしてやめたもんだからね、私に肖像画は買ってませんがね。まあ、その要するに慣例なんだから、彼はそれが受けるか受けないか別にして、ああ大変存在感のある政治家でいらっしゃるから。はい、それじゃあ。